っては沢村栄治賞の発表です。この賞は日本プロ野球創世期に名投手として大活躍をされた故沢村栄治氏にちなみ、その年最も活躍された先発完投型の本格派投手に贈られるものです。それでは発表いたします。本当にその通りにね、投げ切りましたね。そうですね、負け数がわずか4つですしね、はい、もう本当に最高のシーズンだったと思いますね。で、打たれたホームランも、まあ、201回3分の2を投げてわずかに3本というね、はい、このあたりもすごいなと思いますけどもね、本当に素晴らしい、本当先発完投型、として最近は本当分業制多くなりましたけれども、はい、僕が一人で投げ切りますって最初からいけるピッチャーの一人ですよね。そうですね、うん、まあ、本当に負担かけたくないんですからっていうね、責任投球回数投げれば終わりっていうんではなくて、本当に最後の最後まで僕最後に投げますっていうね、本当に責任ある投手ですよね。そうですね、はい、それこそ中継ぎ抑えの皆さん今日は休んでくださいっていう、ね、そうですね、はい、そんなピッチャーですが、岩隈投手が、沢村栄治賞を今シーズン受賞しました。それでは選手にはセパ両リーグから代表してお一人ずつ話を伺いたいと思います。まずはパシフィックリーグから投手部門3つのタイトルを独占しました岩隈久志投手です。岩隈さん、よろしくお願いします。こちらにではお越しいただいていいですか。せっかくですので、ファンの皆さんにも見えるところでお話を伺いたいと思います。今年は最多勝、そして最優秀防御率、最優秀投手と見事三冠に輝きました。この1年間を振り返っていただけますか。そうですね、もう今年は、まあ、僕の野球人生の中でもね、一番いい年だったと思いますし、まあ、ただ、ここ2年間ね、チームにも迷惑かけましたし、応援してくれたファンの皆さんのね、本当に期待に応えれてなかったので、まあ、本当今年、その期待にもね、応えることができて、すごく良かったと思ってます。2年間というお話が出ましたけれども、故障もあって非常に苦しい時期もありました。それを乗り越えての今年の活躍、いろいろな思いがあったと思います。そうですね、まあ、でもやっぱりこの苦しい中でもね、本当に応援してくれてたやっぱりファンのね、支えがあったからこそ、まあ、本当に今年の僕のテーマが本当に絆というテーマでもって、一試合一試合マウンドで、まあ、自分の役割をね、しっかり果たせるようにと思って、戦ってきた結果だったので、まあ、本当にこの、ね、たくさんの賞をいただいて本当に光栄に思ってます。特に21勝という白星の数は、これ23年ぶりの快挙なんですけれども。はい、もう正直嬉しいですね。僕の背番号も21番だったので、まあ、最後の最終登板で、決めることができて本当に良かったと思ってます。岩隈投手はフィールド上でももちろんですけれども、フィールドの外でも社会貢献活動などに非常に熱心に取り組まれています。その部分の思いなども聞かせていただけますか。はい、そうですね、まあ、やっぱり社会貢献を、まあ、少しずつやってまして、やっぱり、球場に、ね、足を運べない、子どもたちや、ね、身体に、ね、影響を持って、ね、来れない人たちの少しでも、希望や夢を、ね、与えられるようにと思って、まあ、少しずつ、やって、まあ、特に子どもたちには本当に大きな夢を持ってもらいたいっていうものがあって、もう本当に僕らはこうプレーで
勇気づけたいなというのはいつも思ってます。これから先もマウンド上とそしてフィールド外での活躍期待しています。はい、ありがとうございます。頑張ります。パ・リーグを代表して岩隈投手にお話を伺いました。どうもありがとうございました。